はいどうも、ビップです。やってきました。ビップです。よろしくお願いします。ビップです。ということでですね、本日の動画は、まあ、サムネタイトル見てもらったらわかると思うんですけども、最新山崎伊織選手使ってるです。ありがとうございます。いや、ちょっとね、この山崎伊織選手めちゃくちゃ楽しみでして、ちょっと見てみましょうか。こちらですね。いや、ちょっとね、カットボールも A になってるし、スライダーも B になってるし、そしてなんせ超大ピンチ。で、これ、ね、コントロール下位やからね、みんな。うん。50% じゃないよ。55% やからね、これ、回は。で、切れてるでしょ。まあ、この切れ、まあ、伸びでもよかったな。まあ、どっちもよかったんやけど。いや、まあね、山崎伊織選手、タイピンチ、まあ、正直、背負う確率って、まあ、ちょっと高い。うん。めちゃめちゃ打たれないピッチャーなわけじゃない。え?めちゃめちゃ打たれないピッチャー、ん?もう、わからん。まあ、そんなこと置いといて。まあ、ね、今日多分おそらくタイピンチ背負う場面は結構あると思いますんで。あ、ちょっと待って。リアタイってリセットされたんやったっけ?うわ、最悪、ゴールド1やん。あ、まあ、けど大丈夫かな?え、ゴールド1でも、今って相手強いよね。大丈夫やんね。まあ、もう、称号できないから、ちょっとね、話したいことも、はい。アメリカのお土産話もいっぱいありますから、ちょっと早速リアタイ行っていきましょうか。何してんねん!防御率 10.80? 何それ、ちょっと待って、こんな失礼やけど、防御率10、いや、これお願いす、ちょっと待って、お願いせんとって、防御率 10.80、けど視聴者やったわ、うん、視聴者、ちょっと待って、これじゃ強さわからんかも、ちょっと、この方どうなんやろ、ちょっと一回甘いの投げていい、ちょっとこれ、試せる、うん、ナイスオ、はい。もうだってタイミング合ってないもん、これ多分ね、カットボール三振するって見といて、これ多分カットボール三振する、ほらちょっと待って、ああもうレベルが1やん、いやけど舐めたらあかん、舐めたらあかんで、こういう方にね一回ボコボコいかれた時あるから、けどこれはもう舐めさせて、うん、これは舐めさせてくれ、もう、最悪これ、山崎伊織選手さ、ちょっと1回しか使えないんすよ。その体力回復せなあかんから時間がえぐいんすよ。時間めっちゃ取るから。うん、ほら。うわ、これはちょっとさすがに参考資料にはならないっすね。うん、申し訳ない。え?うわぁ。めっちゃお願いしてくんねんけど、ほんで。もうこれお願いしてますからの、この何してんねん、ちょっとルーティーになってるやん、相手。なあ。これちょっともうボコボコ打って、もう一回ちょっと山崎伊織選手使うしかないやん。まあ、ちょいとここらでアメリカの話すると、せや、ユニフォーム買ったんすよ、僕。よしよしよし、ユニフォーム買って、これ見て。フェルナンド・タティス・ジュニアです。はい。これね、しかもね、本物手が多分選手が着てるデザインのやつなんで、なんと値段がね、485ドルやで、これ。なあ。見て、485ドル。いくら ?7 万ぐらいでしょ、これ。えぐすぎ。マジで。いや、アメリカのね、このね、この多分レプリカの方は、1万ちょっとなんですけど、1万とか2万ぐらいかな。これなんか、オーセンティックっていうかな?オーセンティック。やばい。落ちる。超消してる。はい、でかい。うん、そうだ。ほんで、もう一個買った。こちら。はい。ジャクソン・メリルですね。もう、パドレス期待の星、ジャクソン・メリル。うん。背番号3番ね。皆さん、多分明日、明後日試合見るでしょ。パドレス対ドジャース。覚えといてください。ジャスティン・メリル。あ、違う、ジャクソン・メリル。ごめん、ジャクソン・メリル。メリルがね、なんかね、選手によってね、値段が違うくて、メリルが380ドルぐらいやったんですよ。だタティースと100ドルぐらい違うんですよね。え、日本のユニフォームってさ、選手によって値段変わったりする?どうなん?選手によって値段変わるんかな?うちに来ないか。うん。行くわけないやろ。誰が防御率10点台のチームに行くねん。まあね、ちょっと明日か、今日はね、おそらくパドレスの試合は見れてないんですけど、明日ね、うん、10月7日朝9時からパドレス対ドジャース生放送するんで、そこでどのユニフォーム着ようかな。いや、今日ダルさんか、やっぱ。ダルさん先発やし、ダルさんのユニフォーム着た方がいいよね。ちょっとこれコールドするわ。いや、もう、そういうことやわな。うん。多分、そういうことや。そういうことやから、多分、防御率10点台なんやろな、多分。嫉妬とかされるんや。いや、けどね、リアタイマジで頑張ってほしい。うん。こんなところで諦めてほしくない。俺が、ただこの使ってみたで、ちょっとこう、あんまり試せないという、言ってるだけで、リアタイもっとね、これから上手くなってほしい。そんなあなたには強制コールド。うる。うん。まあ、これが実力ですよ。ということで、ちょっと、もう、回してくるわ、山崎伊織。よしよしよし、え、ロラ、え、レックスの妹、レックスの妹、ラナちゃん、オッケーオッケー、302人ね。まあまあ、しかもゴールド5やから、まあ打ってくるんじゃない、これ。ピッチャーはもう
イネロですね、うん、ララちゃんもうイネロ使うんやね。私立シリから今この街、すいません幕張歌っちゃいました。はい、幕張好きなんですよ俺。おいよ、ちょっとこれは打ちた、はい、よーしよしよしよし、最高打率更新できそうやからね今ね。このゴールのランク帯で最高打率を更新しないと。いくらやったっけな、6割8分ぐらいかな最高打率。7割いったことあるかな。うれよし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 、うれちょマジでラグ、これ朝言いましたよ皆さん、コナミさんにしっかりとアップグレード、あの iPhone をまあ iOS18 にアップグレードしたらカクカクなると、早めに対処よろしくお願いしますと、うん、昨日言ってきました。だからね、なるべくコナミさんには早く対処してもらわないと、ほんまにもうね、これリアタイやる気なくなる、マジで。大会とかできたもんじゃないよこれ。あのコメント欄でね、VIP 大会やらないんですかってコメントある、なんか普通に打って出るけど、ちょっと説得力ないけど、うん、説得力ないけど、なんか VIP 大会やらないんですかってコメントあるんすよ。こんなカクカクでできるわけないやん。うん、何してんのこいつ。え、ちょっと待って、リタイアしようとしてない。おーい、うわ、ちょっと待って、もうこれはもうやばいって、時間ないって、俺明日7時起きやって、きついって。ナナちゃんそんな諦めてたら成功せえへんで、幕張以上のスタジアムで歌われへんで、なあ、もっと上目指さないと。はい、ってことですね、ちょっとね協力者に募ってもらって、まあ相手の方はねもう打率が4割5分から5割ぐらいの方かな、うん、でスピリッツ一律にするんで、まあこれでちょっとね、あの4割5割の方に通用するか、うん、チャレンジしてみたいと思います。はい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 、ちょっとねもうさすがに、うん、さすがにもう5試合は回せないからね、時間的に。まあ山崎織選手多分強いから今後も使っていくとは思うけどね。これ、ここの高速シュート強いよ、うれ、え、うまっ、あぶだあぶだ、え、うそや、あれ打つ、え、うまっ、ちょっと待って、あぶだえ、ちょっと待って、マジか、オーケーオーケー、捉えてくるな、はい、よし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 、アウトコースは流せないかな、え、ほい、オーケー、ナイス、いや、ツーシームのね曲がりがねいいわこれ、 D やから、ほらほらほら、でここでストレート投げるんよ、これ完璧でしょ、これ見逃すでしょ、よーしゃー、オーケー、よしよし、いやタイピンちょっと作りたいな、練習やしタイピン背負うか、じゃあちょっとねタイピン背負っていい、これタイピンどんだけすごいか見たい、最高、よしよし、全部出たけど相手も全部出てる、ちょっとツーシームの曲がりみたいな、いや結構これガチでガチでいくわ、ガチでガチで打ってこい、ほら、よしよし、いや結構曲がる、えぐ、え、これ A ってこと、よしよしよし、え、だって B はない、え、ちゃうわ、 B はないから、え、え、 B がないんでしょツーシームって、 A 曲がり、これ入る、よーしゃー、えぐい、いやータイピン出ないか、まあまあオッケーオッケー、いや結構コメントなんでね、いおりめっちゃ強いです、コメントめっちゃあるんで、これガチで先発の大台入り入る、甘い、危ない、危ない、うん、マジで危ない、ナイスボ、いやマジか、ボールでいいよ、ナイスボ、振る、よーし、いやね、あのあと球種が多いからね、これ迷うよね、どれ打つか迷う、うわー怖っ、藤文怖っ、いやタイピン出ないんかい、ほんで、やばいやばいやばい、オッケーオッケー、大丈夫大丈夫大丈夫、タイピンタイピンタイピン、いやタイピンで帰ろ帰ろ帰るやろ、古田で行くなよ、よし、オッケーオッケー、浅村ね、いやなんで出えへんのこれタイピン、ナイス、分かってる分かってるな、お前タイピン分かってるよね、いやおらんか、控えおらんか、しゃあないしゃあないよそれは、いやけどね、ここはねゼロで抑えるっていう証拠が欲しいから、うん。コアラをね、ゼロで抑えるという証言が欲しい。うる。よしよしよし。もしかしてあなたもアップデートしてる？なあ。iOS18 にアップデートしちゃってる系男子かな？ああ。カクカクしてるとタイミング早くなるんよね。オッケー。うわー、そりゃフライよな。いや、こうなると手厳しいな。いや、こうなると抑える球ない。いやーマジフラインよな、そらフラインわ、うわーどうしようこれ、手厳しいな、高速シュート、ここここカットボールやと思わせる、高速シュート、うわこれ王さんじゃなかったら抜けてたんちゃう、なあ、あれ右利きやったら抜けてたんちゃうか、セカンド藤村、え、セカンド適正ないやろセカンド打とうセカンド打つ、ジャイアンツトップ、セカンド音、セカンド音、セカンド狙おう、ちょっと趣旨変わってきたけど、
ごめん、ちょっとガチで勝ちに行くわ。ごめん、もうセカンド狙うとかやめるわ。え、セカンド、セカンド見えないことあるな。ライト前打ってセカンドが見えないことってあんねや。セカンド取れない。よし、おい、セカンド小学生か、セカンドよ。よし、最後は、セカンド前ゴロでさよなら勝ちしよう。セカンド前ゴロ打つよ、セカンド前ゴロ。おい、勝ちに来んなよ、ゲラ。地下を極みにして、あ、ゲラのスイーパー剥奪されたらしいよ、ちなみに、新シリーズ。